はい、こんにちは、レトスドーノです。卓研合格を目指しているあなたへ、今回はたった10分でわかる理解学習の解説動画を無料でプレゼントさせていただきます。今回の試験では出題されなかったけれども、次の試験で出題されそうな内容を解説させていただきます。そもそもなぜ理解学習が重要なのか、ここが分かっていないと、これから勉強していく中で、理解学習という合格に続く道とは別の、 丸暗記学習という不合格の道にそれていって次の達見試験も落ちてしまいます。丸暗記学習では本試験の時に頭が真っ白になって混乱をして失点を重ねてしまいます。だから落ちるんですね。一方で理解学習は頭が真っ白になったとしても問題文から自分自身で答えを導く。これが可能になるんです。なので頭が真っ白になっても得点を積み重ねることができます。 もし丸暗記学習を続けるのであれば高い確率で試験に落ちてしまいます。実際私もそうなりかけました。勉強を始めてから4ヶ月間は丸暗記学習をやってたんですね。どうやれば卓研合格するのかわからないので、とりあえずインターネットで調べてそこに載っていた勉強の仕方を真似しました。やり方はテキストと過去問集、これを何度も何度も繰り返す。過去問最低10年分、10回以上繰り返す。 まあこんな勉強法だったんですよ。で、私はそれに従ってテキストと過去問集を徹底的にやり込みました。そして大体4ヶ月ぐらい勉強を続けた後、これまで解いたことがない過去問を解きました。そしたらなんと、50点満点中18点か19点ぐらいだったんですね。で、この時点で、あ、丸暗記学習はもうこれ合格できないな。この勉強を続けていたとしても、点数上がってくる見込みないな。 そう割り切って勉強の仕方をガラッと変えました。それが理解学習なんですね。で、結果的に理解学習を使って1回で合格することができました。そして今はこの理解学習を受講者様にお伝えしてます。実際この理解学習を使って4年連続で70%超えの合格率を出したこともあります。あなたもこの理解学習を習得できれば次の達見試験に合格率で合格することが可能です。 ぜひこの理解学習を習得してください。手に入れる方法は簡単です。この動画の下の概要欄にご登録フォームの URL を貼っておきます。そちらからお気軽にご請求ください。無料なのでお金は一切かかりません。あなたの宅券合格にお役立ていただければと思います。あなたのご請求をお待ちしております。宅券合格目指して一緒に頑張っていきましょう